原始共産性は、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスによる用語で、私有性が普及する以前の人類の社会体制であり、共産性の一形態とされる、マルクス主義の唯物史観における5つの発展段階の最初の段階である。通常カール・マルクスと結びつけて考えられている用語であるが、詳細は、フリードリヒ・エンゲルスによって、家族、私有財産、 国家の起源の中で叙述された。原始共産性は人類の歴史における基本的な富に対する集合的な権利、社会的関係における平等主義、階層化と搾取の発生に先行すると考えられる権威的な統治や階級の欠如などを示している。原始共産性に関してマルクスとエンゲルスはアメリカ州の先住民族の存落の構造を古代氏族の自由、 平等、友愛や生活における共産主義と語ったルイス・ヘンリー・モーガンの大きな影響を受けた。原子共産性のモデルは人類の初期の社会である狩猟採集社会に見られ、そこには階級支配はなく、富の余剰も作成されない。さらにいくつかの原子社会では、食料や衣服などの全てが共有され、共産主義の目標に関連した特徴が含まれている。 それは私有性以前の社会の自発性であり、共産主義が焦点とする平等主義の系列でもある。原始共産性の社会では、健全な体を持つすべての人間は、食料の獲得に従事し、狩猟や収集により生み出されたものを全員が共有する。原始人の生活では生み出されたものは即座に消費されるため、余剰は生み出されず、衣服などの個人的な物品を除けば、 私有財産はほとんど存在しなかったであろう。長い時間存在したものは道具や家などわずかであり、それらは共同で保持された。そして国家は存在しなかったであろう。動物の家畜化と植物の栽培などの新石器革命で開始された牧畜と農業は原始共産性から階級社会への過渡期の原動力と見られており、独占的所有権と奴隷の発生により、 必然的に不平等が形成された。さらに人々の一部は、加工、文化、哲学、科学などの異なった活動に専門化され、それらは社会階級に発展していったと言われている。マズダクの教えは、様々な方法で社会革命の招きだと理解されうる。マズダクの教えは、原始共産性、共産主義だと言われてきた。今日にマズダクの教えは、 一切の平等を解く社会的抗議運動だったと思われる。そのため一時期共産主義国の学者によって積極的に研究された。ありがとうございます。